始まりましたメカニック TV。 今日は工具紹介をしていきたいと思うんですけど、今日紹介するのはこちら、8分の3のマグネットアダプター。はいはい。まあ何かというと、まあ短めのエクステ、はい、そうですね、にここマグネットがついてるんですよ。はい、マグネットね。はい。で、このマグネットを何に使うかというと、例えばソケット挿すでしょ、はい、ネジ緩めたいな、つけたいなっていう時にここに入れて、落ちない、すごい何かと僕は好きなんですよ。いやでも本当に最近欲しいんですよね、マグネット付きの。でもやっぱ、まあ、多いのが、まあ、ソケット自体にマグネットが付いてるとか、はいはいはい、あと前も紹介したなんていうの、マグネットが付いたやつをこのソケットに入れて落ちないようにするとか、はいはい、もあるんですけど、でもやっぱこういうのの何がいいかって、これあればどのソケットでも使える。そういうことです。まあ、ちょっとディープだとマグネットが届かないから使えないんだけど、ショートだともうすぐここにマグネットが見えるから、どのソケットをつけてもこう落ちないように、ネジがね、落ちないようになるっていう、これいいですよね。それがあると遠ミリでも14ミリでも17ミリでも19ミリでも、そう、何でもいける、何でもマグネットになっちゃう。便利だなこれそんなまじまじと言わないしみじみ、いや本当に最近どうしようかなと思って、はい、マグネット付きのソケット、はいはいはい、買おうかなと思ってたんですけど、はい、やっぱよく使う遠ミリ12、14、うん、最近国産だと13、15なんていう、あ、そう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 、ネジもありますからね。そう、全部揃えるのもめんどくさいなと思ってめんどくさいし、今多分使ってるソケットがもうすでにあるわけですよね。いや、そう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 、そうなんですよ、はい、あるから、はい、なんかわざわざ買う気にもなかなかなれなくて、はい、でもやっぱないと不便とか、はい、プラスチックの中に入れるソケット、うん、あの磁石のやつ、うんうん、はいはい、あれでも別にいいんですけど、うん、ちょっとなんかそのソケットに対するネジのかかりが浅くなるような気がして、一回何回か使ったんですけど、取っちゃったんですよ。あ、そうなの、うん、いや、しっかり噛むんですよ、うんうん、ちゃんと噛むんですけど、ちょっとなんかもうちょっとなんか深くいってほしい、うん、気持ち的にね、気持ち的な、ちょっと不安になっちゃったらね。そう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 、確かに、っていうのがあって、あれは取っちゃって、で、よく遠目にとかは、うん、それもさっき入ってましたけど、中にはマスキングテープ、はい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 、突っ込んで落ちないようにしたりとか、うん、してたんですけど、それがあったらそれをガジェット側につけとけばいいな、うん、っていう気持ちになって、ね、そんなに長いエクステじゃないからね。はい、まあ、ちょっとね、ちょっとありますけど、うん、ちょっとあります、まあ、でもショートをねつけるって考えたら、まあまあまあ言うてディープよりは全長は短いかな、うん、そうね、あ、全然短いわ。あ、ディープより短いですね。セミディープぐらいな感じですね。うん、そうね、そうね。うん、だから別に使いにくくなるっていうこともないなと思って、うん、ね、今度からそれ使おうと思って、うん、これはいいと思います。買ってきてみました。磁石も強力だしね。うん。そうですね。ね。全然不安にならない感じ、はいはい、全然落ちない、はい、まあ、邪魔になるなって思うような時だったら、別にそのエクステの部分、うん、マグネットアダプターの部分を取っちゃえばいいんだけど、そうね、はい、確かに、へえ持って帰ろうとしてる、いやいやいやそんな結構狙ってる名刺ですよいいなと思って、アシトロ行こうかなみたいな、よかったよかった、そうそうそう
さすがにそんな、あ、参考になるなっていう目線ですよね。そう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 、そういうことですよ。ですよね、ですよね。こっそり持って帰ろうなんてそんな、そんな悪いことはしませんよ。ですよね。もちろん使おうと思って買ってきたんですから。そうそう、使うって言ってんだから、はいはい、ダメだよ持って帰っちゃう。ですよね。もちろんもちろん。安心した、安心してくださいそこは、はい、ちゃんと置いて帰りますから。でもね、多分値段聞いてもあゆみちゃんは、うん、お、全然、あ、もう今日の帰り、あ、それは行こうレベルだと。お、おいくらですか。ずいぶん安いです。ずいぶん安い。はい。おいくらだと思いますか。安いでしょ。はい。言うて、600円。ほう。なんちゃ600円予想。うん。正解450円。おお。ワンコイン以下。ワンコイン以下ですね。それは素晴らしい。で、うん、他にも4分の1あ、やっぱあるんだ。と2分の1が確かあったと思う。まあ、僕は8分の3が一番メインで使うので、うん、やっぱ一番使うのはなんだかんだで8分の3ですね。はい、8分の3買ってきました。しかも大体こう狭いところとかって遠ミリとかやっぱ12とかが多いから。そうですね。そうなってくるとやっぱ8分の3が一番使い勝手がいいんですよね。へえ。これはね、多分今後僕は普通に使っていくアイテム、うん、そうですね。これはいいわ、うん、一番使うラクチェットに、うん、多分つけっぱいにして、うん、使うようになると思います。いい、確かに、はい、逆にまあ長くしないと届かないところとかには使えないけど。そうですね。あ、でもこれにエクステつければいいのか。まあ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 、そういうこともできます。確かに、はい。だからテープじゃないとアクセスできない。うん、ああ、ネジのあれが長いですね。そう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 。あの、突き抜けたネジが長い納豆とかになると、厳しい。難しいかもしれないですけど。ただ最初のかかりのところだけね、それで納豆持ってって、うん。確かに確かに。くるくるって手でやるっていうこともできるんで。そうね。落ちなきゃいいんだから、とりあえず。そう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 。まあまあまあ。とりあえずかませられればね、あとはもう何でもいいから。そうそうそう。多分使い勝手は悪くないと思う。いや、めっちゃいいと思うこれ、はい、これは便利だ。安いし、安いし、さすがアストロさん。これはあゆみちゃん買いに行くでしょ。これは行くね今度こそ行くね。今度こそ行く。今度こそ行く。もうこの後行っちゃう。あ、本当、うん、大丈夫。この後俺使うと思ったらあれどこに行ったっていうことにはならないですよ。さっきあの辺置いたんですけどねちょっとわかんないですね。こうやってポッケの中入ってるちゃんと置いて帰ってくださいちゃんと置いて帰ってくださいね。ちゃんとこの辺に置いて。それは使いたい子ですか。いや、これはあった方がいいですね。はい、これは多分便利。いや、便利だと思う、めっちゃ。はい、ということで本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。